本のさ、新刊出ぎじゃねめっちゃ出てるよねめっちゃ出てるよね日200点とか言ったっけはいちょっと正確な数字出てこないですけどもうそれぐらい桁ですよねとんでもない量出てますね多すぎてさ読めないよな読めないでそこにさ問題意識あってさ「新刊出すぎてるせいで埋もれてる本を発掘したいなとああいいですね思うんですめっちゃあるもんな多分はい 話題になるきっかけ、特になくて話題になりそびれた本あるよね、多分ありますよ、でそれは編集者としてもそういうような事例を聞きますし、うん、自分の作った本とかもね、はいはい、うわー、それ悲しいね、そう、そうなるかなと思って、頑張って作ったのに誰にも褒められずに、気づかれずに終わっていく。幸、はい、幸い我々ね、読書に関して、なんかいっぱい本読んでるし、うん、そしてその戦書を信じてくれる視聴者がいるということで、はいはい、今回、ちょっと埋もれているけどおもろい本の話をうん、うん。 していきたいなとやりましょうはい思っています僕も結構ありますよなんでこれ誰も読んでないんだろうみたいなあるよねあるありますよねその話をちょっとしていこうかなはいはいはい思います <noise> じゃあ最初堀本さんどないでしたろ <laughs> なんで急に関西弁<え> <laughs> なんで急に大阪商人みたいな福本 <laughs> 漫画でしか引かないんだよね踊れは <laughs> 僕からはですねはい。これみぞさん知ってる古生物学者妖怪を掘る のの正体鬼の真実、えー、NHK 出版新すげえ<し> <laughs> さすがですね堀間さんが言及してたことも知ってますしあそうでしたっけ、はい、そっか俺どっかで言及してたのかこれ面白かったんですよねうん、うん、著者は小木の新海先生古生物学者が真面目に鬼とかヌえとか、はい、そういう日本古来の妖怪みたいなものを考えよう、はい、っていう本でしてこれまたね前書きがいいんですよ、うん、怪異を現実的に解釈する「弁惑者」 うん、弁護士の弁に惑星の枠惑う、ね、弁惑者という怪談のジャンルが17世紀後半あたりに始まっていた、うん、中略世間の人々の惑いを解こうとする目的で「 のの由来正体を暴ここううとととするるもでであい江戸時代からこんなんあったんすね階段の正体ってことは階段が本当は頂上現象じゃないみたいなことですよねだからあれでしょあの UFO の正体は実はホニャラララとかそういうテレビ番組よくあるじゃないですかあれっすよね冷戦中 UFO の目撃例がすごく増えたみたいなみんなが上を気にしすぎただけだった的な話的なやついやそうなんだってなるよねだからオカルト分析とかさ陰謀論分析みたいなジャンルって今もありますけどそれ江戸時代からあったんだっていう驚きうん うん、ががままず僕あっててテンンショ上りしでこれ著者の先生が「鬼」とかについてちゃんと考察している、うん、こういう記録が残ってるのってこうなんじゃないかとか「これの言われ」ってこれなんじゃないかみたいなのをめちゃくちゃ展開してくれるんだけどね、はい、鬼へのマジレスがすごくて、うん、僕一番嬉しかったのはそこでしたね。はい、鬼角生えてんのおかしいっていう話、うんうん、思ったことありますか いやないですね角生えてないとやっぱり鬼は鬼といえば角生えてるイメージじゃんでもこれやっぱ生物学者的には全く納得いかないらしくてはい角って草食動物のためのものなんですよほうこれ考えたことあるないよ言われてみるとさ角生えてる生き物って草食動物ばっかりじゃんサイはあれ草食サイは草食でしょ草食か草はんでるよなそうだな鹿とかもそうでしょそうだねこの本の中でちゃんと網羅されてたんだけど角が生えてる動物といえば鹿牛羊サイ カブトムシクワガタトリケラトプスカブトムシって装飾かだって木の蜜食ってるじゃんああまあそうかだから装飾なんですよみんな装飾で例外をあげようとするとせいぜいカメレオンかカルノタウルスへえあいつは一角あ一角っているねイルカみたいなやつねはい何か一角とかって肉食じゃねえの知らないけど装飾なんじゃない確かに先生があげてないから多分そうなんじゃないかなと思うんだけどえ 何てググればいいんだろうそれ一攫草食とかでググればいいのかなだかうん一攫飯とか <laughs> バカすぎるだろ一攫餌でググってみたところはい、えー、他のイルカクジラと同様に魚やエビイカなどの水生生物を餌とする肉食だー肉食だ,肉食だ例外だーちょっと話散らかるからやめてもらってますか <laughs> <laughs> せっかく今完璧に論を進めようとしてたのに余計なこと言わないでよ余計なこと言わないでよ起きたか <laughs> ほんとだ。一角例外だね。あれはツノっていうのか分かんないですけどね。まあ分かんないですよね。まあ、海生生物は例外かもしれないですね、もしかしたらね。いずれにせよ、ツノって基本、威嚇のためのもの。あと、オス同士、同種のオス同士の闘争のようなもので、これ要は捕食のためじゃないんだよね。はい。実利を取ってるんじゃなくて、迫力を取ってる。ので、肉食動物はこんなところに投資しない。機能がないから。 爪とか牙とかって捕まえるために必要な機能だからさ、うん、こっちに投資するわけよはいはいだからちゃんと実利を考えてる肉食動物は爪や牙が発達するのであって角が入ることはないなるほどそういうことなんだ高くつくじゃんだって角ってあれカルシウムとかを結構使ってるわけでしょ、はい、あの分牙でかくちゃもよくないああ確かにねということで鬼の造形間違ってるなーっていうのを長いこと書いてました <laughs> いい本ですここ面白かったのよいい本でしょこれで著者がその直後にべた褒めしてるものなんだと思いますお化けああ違いますセントくんですゆるキャラのねセントくんねお坊さんみたいなデザインの子供みたいなやつにすっごいでっかい角入ってるでしょ鹿の角入ってますよねあれはいいねなんで優しいイメージだよね草食動物でやっぱ角しっかり生やしてくいるあっでもそうか肉禁止あれ仏教ってお坊さんだからねあれ だから肉食わないでしょその結果うんだから角でっかく生えてる草食動物完のにおもしいですはい絶対面白いですその本だからね「チョケ方がいいな先生の」と「千とくんベタ褒めする古生物学者いいな」あいいですねんで埋もれてんのうこの本ね面白かったんだけどあんまり評判聞いたことないからじゃあ改めておすすめですよっていうのを今日伝えたかった素晴あらしいですねんか最近だとね「呪いを科学する」っていう本がね結構評判ではいはいはい 僕読んでないんですけれども、うん、例えば鬼の正体は人間の死体偏、はい、りの原因は都市開発みたいなのを解説してるんだけどただ著者がね現役偉大生なんだよ。<えー笑> 意外ですね呪いを科学する書いてる人が偉大生っていう意外性あるねその本なんかね出版甲子園っていうねはいはいはい出版甲子園きっかけで出た本かなてそれ見たことあるわ出版甲子園についてググってるときに見つけたわその本そう X でバズってたのもそう鬼の正体は晩期死体現象だったおパンデミックを引き起こ都市開発とかっていうようなことを書いているらしく僕は買ったんですけどまだ読めてなくてえ近いアプローチのよりアカデミック くないそうですね化生物学者の方が書いてる。むしろだからそっちを読んだしよね。それ、ね、を科学するもいいけれどもちゃんとね歴史もしっかり交渉してて鬼ってね途中で角生えたらしいんですよ。ああそうなんだ。古事記とかににも出ててくるらしいいんだけど、うん、その時は角について 書かかれてないら中国から持ち込まれたイメージのせいで途中から角生え始めたらしくてああうんうんでもそのイメージあるぞ「半ニャ坊の鬼女面」っていうね我々がイメージする怖い半ニャですよねあれとかが中国大陸から来たせいで角生え始めたんじゃないかみたいなことまで踏み込んでて結構いい本だと思いますねそれでいうとですね「桃太郎」は「盗すなのか」っていう本知ってます知らないでも面白そう「桃太郎」から考える鬼の正体っていう本なんですけど何がすごいかっていうとですね著者が 小学5年生なんですよえよえっよく書いたね本1冊この子自由研究みたいなので、はあ、この問題を設定をして、はあ、適切に資料のリファレンスとか司書さんとかに、はあ、これ調べたいんですけどどこに書いてありますかとかって聞いてお<ー>でお母さんかな、はあ、親も協力して確かねちょっと俺ずいぶん昔に読んだんで記憶曖昧なんですけどはい、はい、親も親でその大学の先生に合わせに。 遠征とか行かせてで調べ上げたものが文部科学大臣賞を受賞したんですけどそれを書籍化したとめちゃくちゃいい話だノイマンの親みたいですねノイマンの親そんな感じなんですかノイマンの親は息子が数学能力高すぎるから数学者の先生に合わせたろっつって家庭教師つけたみたいないつもありましたけどそれに似てるねそうやっぱ親御さんがしっかりしてるとこの子の才能生かそうみたいなるんだねうんその中にもやっぱりその鬼の起源「おん」の字がね はいはい隠すっていう「おん」の字から形が変わって「鬼」になったみたいな、えー。隠すっていう字と全然違うね「鬼」っていう字。 そうですね<お>だから中国のその木と多分日本の古来で言われた鬼は別物だったんじゃな<ん>かったっけかちょっとね俺もねごめん内容ちゃんと覚えてなくてあれなんですけど鬼の歴史、うん、みたいなところとかあとね確か岡山県だよね桃太郎はそうだねその岡山県のことも調べてたてへえ小5でね小5でそだからす、ね、全国の桃太郎を読み比べてるねまずえいやすごいななんか 民族学っっぽいいこともやっているそうですねアマゾンページ見ると全国の桃太郎を読み比べすると桃太郎の話が時代によって異なることを発見どのように物語が変化していたのか<ー>江戸時代の文献にまで遡り各時代の桃太郎像をあぶり出しますっていう人生2周目だろそれ書いてます <laughs> <laughs> 無理だろ1週目倉持四葉さんが倉持さん書かれた本なんですけどすこれも勝てんなって思ったんですけどそんなに話題になってなくて。 そうだね俺初めて聞いたもんあそうですかうんこれすごい本でしたよいいですねそして水野さんやっぱ埋もれた本の引き出しめっちゃあるねさすがだね版元の人間ですからね俺一冊喋ってる間に二冊出したねあんたねあそうです、ね、呪いを科がするもんね <laughs> すごいな僕ねあの新刊情報を見てるからほとんど全ての新書レベルの新刊は毎月目をなるほど、ね、一応何ていうタイトルが出てるかを目を通していてそれと新聞をね、まあ、3紙読んでるから 広告があっってて書評欄もああでと X で本調べてるから普通の人より新刊をウォッチできている,る読んでないけどちゃんと存在を知っている本がめっちゃ多いわけです、ね、はいでそれを5年間ぐらい続けたので、うん、テーマに対して読んだか読んでないかはともかくとして、うん、こんな本があるわねできるようになってきたんですよね,いい,すね、うん、いいですねって言ったけどその特殊能力いつ使うんだ<え> <laughs> でもだから <laughs> そ,そのテーマならこの本ありますよこういつ使うんですかね

魂でもいいエモそうなんかうんそういう感じの想定というか実際読後感もそういう本なんですけどもサブタイトル「3.115の霊体験を聞く」ですね東日本大震災東日本大震災が起きた後東北って心霊体験の報告が非常に増えたんですよ実はそうなんだそれは著者の奥野修二さん以外にもそういう調査に出かけていった大学があって これもあんまり有名じゃない本だと思うんですけど呼び覚まされる「冷静の震災学」っていう本があって冷静ってのは幽霊の霊に性質の性震災ってのは自信そう知らないでしょこれは大学の先生が自分の学生さんかなにそういう震災の霊体験の話とかを調査した論文とかをまとめた本で一番最初に載ってる論考ってのがタクシードライバーさんからの心霊体験がめちゃくちゃ多くてタクシーに女性が 乗りたたいいいって言ってててて言手を挙げていて拾いましで「どこどこまで」っていうのが海辺なんですよね「海辺の町まで」みたいなことを言われて「はは海辺の町今もう何もないんですけど大丈夫なんですか?うんうん」って聞いて「構いません」って言って、うん、ブーンって乗ってったら「私は死んだのですか?うん」って着いた時かなに聞かれて<う>で振り向くとその人はいなかったみたいな体験がめっちゃ。 へ東北で報告されたらしくてベタなな怖い話聞かされててて今えっっます <laughs> そうですよ、ね、そういうチャンネルだっっけここってなりまそれからですねこれが今の「冷静の震災学」でしたけど「はいはい、魂でもいいからそばにいて」で出てくるのは、うん、自分が一番まあそんなことあるんだってなったのはお兄さんの死亡届を役所に出しに行ったタイミングで。 メールがお兄さんかお怖いお兄さんもちろんなくなってるわけだしサーバーに残ってるなんてこともありえないんだけれどもおかしいと思って問い合わせたんだけれども結局説明がつかなくてお兄さんから届いた亡くなったあとなのにメールが届いたとかあと電話が来たっていう体験も結構報告されてましたねそれから夢に出てくるとかねそれはありそうだけどね ただ、その夢の内容も自分と遠く離れた親戚が全く同じ日にそういう夢を見ていたみたいな体験が確かあったりして、はいはい、まあ、でも怖い話がねいっぱい出てきたわけですねはい、この本はそういう東北の方のところに行って、うん、家族にも言えなかったような信じられない霊体験を著者が聞いていってそれをね淡々と記述するっていうスタイルの本なんですよ。なるほどだから キャッチまあそうだよね全く怖くない普通階段ってさ階段師の方が味付けしてさおわって思わせる話にしてきてるわけだけどそれをやってないんだもんねやってないです著者もやってないし被災者の方もやってないただただこういうことがあったとなんな著者は科学に重きを置いていてめちゃくちゃ懐疑的なるほど霊体験っていうそんなこと起こらんやろって思いながら聞いてるわけですだから本人も自分が自発的に言ったというよりは誰か 知り合いかなははにこういう話があるから取材に行ってこいって言われて「うん、そんなきゃあるか?」と思いながら取材に行っていうからはあ、はあ、すごい懐疑的な<ー>うわー変な本そ,<う>そんな本あるんだこのように不思議でしょう面白いねうんということでその「怖くない階段」っていう、はあ、あんまり見たことないんうなと、ね、で,でさらに 著者はここから体験談いろいろこう聞いていって、それをショートショートとか短編ぐらいの長さで書いていくんだけど、うん、この本の著者も同様のこと書いてたし、僕がこの本を読んで思ったことを言うと、うん、被災地に霊体験って多分必要なんですね。そうなの <laughs> うん。必要必要だと思いました、この本読んでは、えー。へぇそれどういう点がかというと、うん まあ被災者の方は理不尽に家族を失ったり、うん、まあ友人を失ったりしているんですよね。でそのショックっていうのはかなり大きくて人によってはもうその人と一緒の場所に行きたいとはあ、はあ、つまりまあ後追いをしたいとっていうようなことを思ってる方も結構いたんですね。でそういうタイミングとかになくした例えばお父さんとか奥様とかがこう出てきて、うんうん、それで思い直す人。 の姿がいいいっっぱいやっぱやり描かれてるるんですねねはあははあ、なるほど、ね、心霊体験によって生きようという気になる今そうこっちに来ないでいいっていうようなメッセージを読み取る人とか、うん、なあなたはこういうふうにしなさいっていうふうに指針を与えられるような人がめちゃくちゃ出てくるんですねでも本当にそうな気するわ必要そうな感じするわそうでだから霊がいるかいないかって、うん、この本においてはどうでもいいんですよ、ね、じゃなくてその体験をした人が 世界をそういった体験で捉え直すっていうその過程が大事でああめっちゃいい話だから霊ってケアなんですよそうだね霊を見るのが大事なんだねそうです実際いるかどうかとかどうでもいいですねはいでだから例えばねそれ科学的なことに重きを置く人が見たら、うん あなたがすごく思い悩んでいて精神的に例えば弱っている時期だからそういった幻覚を見たんでしょうっていう説明は別に後を外していないと思うんだけどその説明が人を救えるかっていうことですよね,ね意味ないからねそう言ったとて <laughs> そうなんですようんていうかさサバイバーズギルドっていう言葉あるよな ほう生存者が感じる罪悪感、うん、災害などで身内がなくなった後に、うん、私だけ生きていていいんだろうかみたいなのサバイバーズ・ギルドっていう言葉になってると思うんだけどうん、うん、サバイバーズ・ギルドへの特効薬は霊体験だっていうまとめ方できるかもしれないですね。そうですねだから彼ら彼も指針を失って てるわけですよね、うん、私が生き残ってしまってよかったんだろうなっていうかしとかがあってそ,、ね、それに対して体験もそんな例えばメールが来るとかって言っすごい際立ってるけどうん、うん、上からお父さんが歩いていた時としか思えないような足音がしたとか子供がを失った方が何にも触ってないのにプラレールが動き出したとかそういう話ちっちゃい霊体験みたいなの出てくるんですけど、うんうん、それって人によっては誤作動だよとか、ね、たまたま上にネズミがいただけだよとかっていう説明ってできるんですけど、うん、それって 意味がないなと思うと同時に、うん、これも結局プロジェクションンサイエンスなんですよこの本にはそう出てこなかったけれども水野さんが気に入ってたやつですよね対象物に対して何か自分の認識を投射するみたいな、ね、はいあもう完璧な説明ですねはははだからその人の世界の中では自分はもう生きていく必要がないとか、うん、価値がないって思っている状態なのわけですけど、うん、そこに個人を投射することではい、はい、その人の生きてる世界が変わるんですよねなるほどね その心霊体験をその被災者が語ることって世界の語り直しなんですよ。なるほどっていう機能が例にあるのだとしたらこの本読んで僕思ったのは。 仮に心霊体験ししてても怖くなないいっ思またそうだね必要なことだからねなんなら生きていくためにっていうでだからねあの語りをする被災者たちが言ってるのは霊がいるなら早く出てきるほどねもう一回会えるわけだから個人とだけどなかなか出てきてくれないので探しているとかいう人もいてそういう感覚って我々にないことですよねあっていうかだからタイトル魂でもいいからそばにいてなのかそうですだから身体はそんなに身体とかその人の実態はそんなに頻繁に見れないし その人たちも再現でできないんですよね、うん、そのお父さんとかが現れること再現できないんだけど、うん、でも魂は近くにいるんだと思ってるんだったら生きていけるんだっていう思いがこもったのがこのタイトルはいはい、はい、あーいい話すげえそうだわあれじゃん鉄骨渡りじゃん海事の海事のねはいはい1 <laughs> 人で渡ってると心が潰れそうになるけど「うん、佐川!」って みたいな <laughs> あのやり取りによって我々は歩いていけるんだと声だけ聞こえてるのが大事なんだ、うん、みたいな石田のおっちゃんとも一緒に歩いてたやってました、ね、くん石田のおっちゃん」って言いながらやってたあれですよね、うん、そうですねそうだからくしくも堀本さんも僕も最初に紹介した本って、うん、科学では説明がつかない現象をどう説明するかってアプローチで,そうです、ね、堀本さんのは科学の方で説明して、ね、こっちはもっとナラティブ うん、人文学的なアプローチで説明した本って意味でちょっと対照的だったかもしれないです、ね、でも僕ら好きですからねやっぱそのオカルトっぽいものを説明するみたいな、うん、説明を与えるの好きだからそうですねうう合理性を多分重視しているからう、ね、こういう理由でとかっていう説明があれば納得できるとそうだねでこの本はもともとは単行本として出たんですけど、うん、実は文庫化していて堀本さんご存知なかったですけどそれなりにあそ,なそれなりに うん話題になって7万人が涙した感動のドキュメンタリーって言ってるから意外と読まれていますねなので人によっては何を今更っていう本かもしれないですけどちょっとせっかくなのでこういう機会なのでおすすめしておきましたという感じですちょっとしんみりしちゃったんで次僕もう一冊紹介させてくださいタイトル「史上最大のボロ儲け」それあれですマイケル・バーリの本いやジョン・ポールソンについて書いてあるあ違うわウォール街関係あるよねウォール街ってかえっとだから史上最ーマショック そうですよねリーマンショックに空売りかなんかしてボロしそうリーマンショックの CDS って言われる債券を爆買いしてボロ儲けしたジョン・ポールソンっていう投資家の話、ね、はいはいはいそれはの橘明さんがこの本めっちゃおもろいって紹介してて、うん、ちょっとそれでカートに入れてたんではいはいはい読んだんだましたさすが、ね、ですねあのねこの本ね読んだんだけどなっけのあそうなんだむちゃくちゃ長いっすね400ページぐらいあるんじゃないかな多分あーそうですかで長いんだけど書いてあること1個なのよ うん、サブプライムローン破綻するなーと思ったから破綻する方にかけたらむちゃくちゃ儲かったっていう、うんうん、それだけの話なんだけど、はい、それをめちゃくちゃ司祭に書いてるのね、うんうん、取材してんだろうねうん細かくねもう何年何月の何とかっていうのをめちゃくちゃ細かく出してて、はい、でこれ面白いのがさ僕からしたらさ明らかなのよ リーマンショック起きたの知ってるからサブプライムローン破綻するなーって思いながら読んでるわけ後世の人からしたらねよくサブプライムローンみたいなものがずっと持つと思ったなーって感じだからねまさにそれでこの本の読んでる時の印象このジョン・ポールソン素朴な気づきであれと思ってサブプライムローンってこれ破綻しないっていう、うん、無理じゃんだって返済できないローンを貸して、うん、それを証券化してみんなに売ってるって破綻するなーって思うわけですよ、はい でその素朴な気づきを裏付けるためにいろいろ調査するわけね。はい。で、どんだけ調査してもやっぱり破綻するなぁと思って、うん、これ破綻しますぜと。破綻した時にお金いっぱい来る証券もあるから、うん、それむちゃくちゃ買えばむちゃくちゃ儲かりますぜっていろんな投資家に言って回るんだけどさ、いろんな投資家がさ、いや、そんな単純な話じゃないでしょ。リーマン・ブラザーズとか、ゴールドマン・サックスとかのあ世界一頭いいやつらが、これいいよっ,つって売ってるんだから、はい、そんなわけないじゃんって否定されて、うんうん、説得しても全然受け入れてくれないんだよね。うんうん、で あれそうなのかなって本人もめっちゃ悩みながらうん、うん、<laughs> だから後世の我々は明らかなんだけどあと J バイアスがありますからね当時の人々ってあこんな感じなんだと、はい、ポールソン何度も揺らぎながらでもそうだよなって思いながら何とかみんなを説得してでもみんなも受け入れてくれなくて。ははい、はい ってていいううなんの人々の迷いと盲信の物語だなと思ってうん、うん、迷ってるわけですよねその明らかに破綻しそうだと思うんだけどみんな違うって言ってから違うのかなみたいな感覚とかうん、うん、世界一頭がいいやつが考えた証券商品が破綻するわけないじゃんそんな単純なメカニズムで分かることこいつらが分かってないわけないじゃんっていう盲信、はい、迷いと盲信が、ね、ひたすら繰り返される物語で,で実際全然破綻しないのよ。は そうね、リーマン・ブラザーズって怪しいんじゃないかみたいなサブプライムルーンやべえんじゃねって多分2007年とかから言われてたはず、うん、なのに2009年まで破綻しないから、はい、あれやっぱ破綻しないのかなみたいな、うん、ずっとこの曖昧な状態で苦しみながら人はずっと破綻に張り続けてんだそうそうだからポールソンは買い続けてるわけ。うんうん だから損失が出てるってことですよね、その期間は。そうだね。はい、何百億も買い続けてて、その間損し続けてるわけで、うん、ずっと彼にとっては辛い期間なわけですよね。はい、でもやっぱ破綻するよな、みたいなのを、何度も逡巡しながら、ちょっとずつ金を集めて買い足し続けるっていう、うん、それだけの物語なんだけど、はい、なんかすげえいいなと思って。うんうん、人間の意識ってそういう感じだよなって。 っていいうのをめちゃくちゃゃく思わされた長い本です、ね、もっとね単純化した物語はいくらでもあるわけじゃないですか、うん、絶対破綻するなやっぱり破綻しました<う>あるわけだけど春順を書くっていうのがねいいですねこれ一言で言っちゃったらもうそれだけで全然面白くないんだけどディティールやっぱ面白いなと思って、うん、何年にもわたる話を400ページぐらい使って書くってやっぱ本のいいところだな贅沢ですよねっていうのをめちゃくちゃ思いましたそうこれ多分映画にはならんだよ、うん、ずっと一つのことしか起きてないからマネーショートはね映画になりましたよねはい、はい、マネーーショートっなんだけあれ知らい もうさサブプライムローンの逆張りして儲かった人の話じゃないの、うん、あ<れ>あそうなんだいや分かんない俺マネーショートは取りこぼしてたわ聞いたことあるけどそれがだからマネーショートでボロ儲けしたのがマイケル・バーリっていう有名なその投資家<ー>華麗なる大逆転これかサブプライムローン危機を予測して個人で1億ドル投資家に7億ドルの利益を出したのがバーリーですね あだから多分ね、こっちの方が分かりやすいっすね。マネーショートの方が分かりやすい何人かじゃあいたんだね、そのそう,、ね、うまく儲けた人が出し抜けて。だから僕、マネーショート見てないし読んでないから、はい、よく分かんないけど、多分この史上最大のボロ儲けに関しては、あんまり映像ができなそうだなっていう、うん、印象でした。うん、ずっと地味なその証券家の金融のトリックの話ばっかりしてるから、はいはい、であとずっと起きてること同じだしっていうのを思ったんですけど、やっぱこれをね、じっくり長いこと書いたのいいなっていう印象の本ですね。うーん 多分ね、その正規の空売りっていう、はいはい、それがマイケルルイスか誰かが書いたんでしょ確か。<ー>だから、その有名なね、ですねそのものを書いていて。だから、評判がすごくあ。なるほど。多くて、そっちのイメージが多分。強い、はい,は,いはい、はい。多くの人はそ,うかその。リーマンショックライムローンの、ンうん、そう、そう。 なるほどね、僕やっぱさ「史上最大のボロ儲け」っていうめっちゃ下世話なタイに聞かれてる世紀 <laughs> の空売りより <laughs> そう「史上最大のボロ儲け」俺もしてえなーと思って史上最大のボロ儲けできるかなーと思って読みましたねで再現性はなかったです,ですね <laughs> リーマーショックもう一回起きないかな全く同じこと起きればでもねやっぱね破綻する破綻するって言われ続けて破綻してないものは世の中にいっぱいあるんですよそのパターンもありますねそれこそ日本銀行とかもねそうですよね財政出動し続けてよく言われるよね 話とかあるわけで、そこに結局ベットするほど調べるかっていう話ですよね。そうだねー、うんえ。だからさあの、ブラッシュアップライフっていうドラマあったの分かるあ、分かんない。バカリズムさん原作で、去年あたりめちゃくちゃ売れてたドラマなんだけど、うん、あらすじざっくり言うと、主人公が死んじゃうんだけど、若くして、うん、来世でアリクイになりますって言われて、はい、アリクイきついなぁと思って、嫌なんですけどって言ってたら、うん、あ、じゃあ今世やり直しますかってって、徳を積んだら違うのに変わりますよって言われて、徳<う>を積み直すっていうドラマなんだけど。はい それ多分主人公が80年代生まれかなんかなんすよね。うんはい、で、来世のために徳積むぞっつって、一生懸命しょぼいこといっぱいあんの。幼稚園の同級生がツツジ吸ってるのとかを見て、それ人の所有物だからやめた方がいいよって注意するとか、はいはい、そういう小さいことばっかりやってるんだけど、はい、僕やっぱね、ずっと見てて思ったよね。この後バブル弾けるの分かってるからむちゃくちゃ儲かるなとか、<laughs> <laughs> この後リーマンショック来るからむちゃくちゃ儲かるなとかっていうのが。 そればっかり気になっちゃって、でも主人公何もそういうことしないの、ここを積み続けてるの。だから、史上最大のボロ儲けチャンス逃してるなーって、ドラマ見ながら、ずっと思いましたね。昔、実はそれで、絶対、ボロ儲けれないけど、絶対儲かる方法ありましたけどね。え、知らないですか、?D ポイント投資の話。それこそ、史上最大じゃなさそう。あの、デポイント投資、昔、メカニズム的に、前日の値動きが分かった状態で、投資判断ができる。たまに、そういうのある、ずっと勝ち続けることができた。 話です実質ブラッシュアップライフじゃんそうですよ実質人生に一先を読んでるわけですからはいはいはいそういうことそういうのないかなと思ったんすけどこの本読んでも学べなかったですねあでもあれそうじゃん造船太郎さんのメガビック必勝法あ知らないえ嘘だわ。えって言われても造船太郎の話知らないの造船太郎って誰え知らないです現役学生のこの人メガビックっていうスポーツくじに全財産突っ込んだのすごっ で、この人は医学生なんだけど、自分で運用してたらしくて、うん、えっと、7350万円をすべて突っ込んだ。じゃ7350万持ってたのうん。な,なんか、ね、投資やってたっぽいっい。金持ってるね。はい。はあ、このメガビックって、サッカーの試合をもとに当選が決まるっていうもの、はあ、えー、かあれじゃあ順位的中させるとお金もらえるみたいな。そうです。はいはい。この人は、その仕組みを見て、あれ なんか穴があるぞっていうことに気づいて全財産をメガビックに突っ込んで2億円のリターンを得たんですよあすげえ史上最大のボロ儲けっぽい話だこれやってたんだ,だって今月ですからね9月ですよあそうなんだ,だから,知らい俺そのニュース見てな,かった知らないとな取りこぼしてたはいではメガビックで造船太郎さんが気づいた必勝法とは何でしょうか、はあ、知らんけどありそうな話でいうと一部試合結果分かった状態で買える うんうん、とかじゃないなんか知らんけど、5試合なら5試合分の予想、結果予想します。はい で普通の人はみんな何も結果出てない段階で買うんだけどなんか締め切り日があれ、1試合目終わったあとだなみたいなことに気がついて、うん、1>, 1試合目の結果分かった後に買えるから結果としてオッズがかなり高くなるみたいな話じゃないですかあではないですね、うん、えっとね2つあって 1>,、はい、1つはキャリーオーバーがめちゃくちゃ溜まっていたっていうことですねはあはあ、はあ、だから前回当選者出なかった分、うん、次回に持ち越しますよみたいなやつ、ね、で持ち越し額が異次元の額に実はなっていたんですよなるほどでもう1個はですね台風が多かったっていう点ですほう 台風が多くて試合がね4試合中止になってその中止になった試合は自動で当たり扱いになるとなので従来に比べて256倍当たりやすくなってたんだすげえチャンスですねで当選確率が256倍すでに高いのとキャリーオーバーの額が大きいので期待値を超えるっていうことを自分で計算して全額突っ込んでその結果当てたっていういい話いいニュースやっぱそういうの見つけたいなー発見したいっすわ僕も この人はインタビューでこう言ってますね。今回のメガビックのようにこれだけ期待値があって貼れなかったら僕は投資家として失格だと考えた。とのことですね。かっけえ、あの水野さん、水野さん、ボロ儲け話広める回じゃないんですよ、今日。光が当たってない本に光を当てる話だから。造船太郎さんのボロ儲けの話関係ないです。ああ、う違う太郎の話しないで。でも関係ないんですよ。関係ないのえ、1冊目、すごいうまくいってたのにね、俺が本の話出して、水野さんが別の本の話するっていうね。2冊目、失敗しましたね。 小学校の頃からお母さんからお金を借りて投資してたらしいですかぱね太郎さんはすごいですね太郎さんひどいっすねしかもえ、太郎さんすごくなかった今アベマプライムかなんかのスクショ出てるけど母のお金で大爆地って書いてあります史上最強のボルモケですこれがそんな明るく書いちゃダメですお母さんのお金で大爆地打たないでください結果的に2億は出てますかにねそれすごいね違う違うボルモケの話いいのよ本の話しようって今そういう話だったでしょ失礼しました本の話しろけと思った 水さん他ありますかはいタイトル「はい、東大生クイズ王伊沢拓司の奇跡1頂点を極めた思考法」<ー>これですねやっぱ「q u ク z のね、はい、伊沢さんの本ですかこの頃のね伊沢さんね「クイズノックの伊沢さんじゃないですねあ違うんだ高校生クイズ優勝したっていう元、はあ、テレビのクイズ番組にたまに出てたっていう時代の伊沢さんが 出した本本でですねこれがめっちゃいいなんすよ知らないわ俺もみんなさ伊沢さんの本さクイズ思考の解体とか勉強大全とかさなんかその話ばっかするじゃん全然違いますね俺だって存在知らなかったもんその本でしょ僕これ実はですねクイズノック始める前から僕伊沢さんのことを知っていて開成高校でね そう高校生クイズ2連覇した時にすげえ人いるなってなったんで衝撃受けて僕こ大学生の頃に読んでる2017年に僕読んでるんですよでこれ2もあって12、うん、で1がね高1までの話しかないんですよほ、まあ伊沢さんがだからクイズにハマるまでの話ですよねはいはい、はい、クイズ研究会に入ってクイズが強くなるまでの話が最初に書かれているんですけどだからもうめちゃくちゃ我々にとってはエピソードゼロですねはいあの伊沢さんの幼少期を見るみたいなねそうです でもやっぱねこれ読んで思ったのはね、うん、頭がいいだけではないっていうことですね。伊沢さんその高校生クイズの出るってなった時にね、うん、どう対策してたかって言うと、うん、テレビ映えする問題ばっか対策したらしいんですよ。<笑><笑>まあテレビ映えしない問題どうせ出ないからね。はいで具体的に何かというと、うん、事情を知らない人からしたら 答えを言うだけで超人だと思われそうな回答になるクイズの対策をめっちゃらしてら面白いなるほどだから例えばそのカタカナの長い名前のねうん、うん、確か方向性クイズに出てたもので言うと「ヘルツシュプルング・ラッセルズ」とか「アリアドネの糸」とかなんかそういうさモホロビチッチ境界面みたいなやつとかねそうそうそうフレン属面フレン属面か,か<な>失礼、はい、みたいなその難しい語とか、うん、そのスーパープレイになりそうなものを出すのだからそこを クイズ番組についてる作家さんを信頼してなるほどそういう対策をするとかあとね せきララに書いてて面白かったのは田村さんが男前すぎるからこの人がいればテレビがめっちゃ映すと思ってでもそうだったな田村さんってね伊沢さんの1個の先輩ですねあの年の田村さんの抜かれよう異常だったもんな俺リアルタイムで見てたけど俺も見てた高校生クイズかっけえのに頭いいのマジかよって男前のやつがめっちゃいい回答してるすげえって思いながら見たよねそう伊沢さんはあの横でうん田村を担ぎる目立つって思ってたらしいです早すぎるって高校生でそうして持つのやばいっていやすごいよね 完全にプロデューサーしてんだ、ね、そうですだから2回目出た時も田村なき海星っていうチームがどうテレビで見られるかみたいなことも考えて立ち回ってたらしくて。はいはい、ーーやるなー 勝てないよねそ,んなその発想やっぱ大人になってからだもんな<う>こいつ男前だからこいつ担ぎ出しとこうみたいなそうそうそう,そうあとこいつなんか一緒に組んでラジオやったらなんかいい感じになりそうだなっつって担ぎ出すみたいなね、うん、<laughs> それ大人になってから身につける機能ですもんねいやそうでもそうだよだから高校1年生 2>, <laughs> 1> 2年生でまあ彼の場合はちっちゃい頃からテレビにねその高1の時とかね出てたとはいえ、うん、早すぎるよねそのディレクターとかプロデューサーがー求めているものから逆算して自分はどう立ち回るべきかみたいなこととかが 結構セキュララに書かかれていていいそうだねだねらすごいな伊沢さんってね「クイズ思考の解体」っていう本とかでもマジックからロジックへだったっけなっていうようなキャッチコピーを使っていてうん、うん、テレビクイズって高校生クイズが典型的だけど明らかにおかしいスーパープレイをしてるように見えるんだけど、うん、それには実はロジックがあるんだってそのロジックっていうネタばらしの解体を彼はずっと意識的にしようとしていてその片りが一番最初に出てるのがこの「伊沢拓司の奇跡」1と2。 その感覚さやっぱ高校生の頃とかって全く俺持てなかったからはい、はい、つまりプロデューサー視点、うん、人を担ぎ出そうみたいな絶対嫌でさ、うん、やっぱ俺がチヤホヤされてえなーっていう <laughs> その俺をチヤホヤしてくれっていう感覚だったから「うん、ゆる言語学ラジオ」とかさ始められるようになったって20代中盤になってからだから、うん、水野さんをねこういい感じに駆り出して、うん、花を持たせて。 身を取ろうんかいいい感じにこう映えそうなやつ用意してんか演じさせてで,でお金を僕が稼ごうみたいな,<で>たいなこの視点ってやっぱ持てるようになったの20代半ばからなんで飯沢さんは早いしそれ何か美談, <laughs> 美談みたいになってないですか美談みたいになってないですか今のいや美ですよねやっぱり<え>水野さんを担ぎ出してお金にちゃんと変えて儲かるっていうねこういう適切な大人の視点をねちゃんと僕は身につけたわけですけど感じ悪いね <laughs> <laughs> やっぱ伊沢さん早いですね、プロデューサー視点を身につけるのがそうですね、でも面白いのはね、クイズノックではプロデューサーをやってるわけではないですか、ね、確かに、出役、編集長ではあるけど、そう、うん、あのね、目立ちたいはあるらしいよ、あ,それある、うん、それはあるんだけど、それはそうとして、テレビでの見え方うん、うん、みたいなのをコントロールするっていうのが、すごい巧みクレバだったと。2>, ーでね、2で出てきて、自分の感想に残ってるのは、高校生クイズに最初優勝したせいで、うん、高校生最強のクイズ王っていう肩書きで、はいはい、テレビに出ることが多くなって。 <で>うん、その肩書きの重さにもがくっていうやつでめっちゃできまし <laughs> 苦しんでもいるんですねそうですしかもそれを高校生が背負ってるわけだから大変だね結構コだよねそれ確かにメンタルくるかもしれんなそうっていう今だったらあんまり言わないかもしれないようなそうだね青臭くて悶々としたような時期の話も収録されてるんですよ、ね、知らんかった森澤、うん、さん結構好きだけどそうかその本取りこぼしてたわまあなぜかっていうとそのまずは伊沢さんがね東大王とか Q さ様とかに出るよりも前にはい、はい、この「ワンが出たっていうのね もあるし半元もねホルプ出版っていうそんなに有名ではないところなのであこれいいね確かに僕やっぱ好きなんですよその成功した人が悶々としてた時期のこと書いてるやつうん、うん、それたまらんっすよね、うん、これいいっすよいいっていうのとあとなんか俺の高校生時代と違いすぎて嫉妬するがですねはい、はい、それもありそうっす、ねはい、僕やっぱホリエモンのさ昔の本読むの好きですから、うん もうずっとモテないことばっかり気にしてる <laughs>。はいはいはい。今のホリエモン像からかけ離れてるなって、俺なんかモテないんだよなっていうのずっと言ってて、それがコンプレックスだったってひたすら書いてるのいいなーって思うんですよ、ね。うんうん。ああいう感じいいっすよね。そうですね。この本もすごいよね。だからそのそこまでバズってない伊沢さんに声かけて自叙伝作らせてるのも、うん、編集者がいい仕事してますね。うん。今から見れば当たってますよね。本当そうか。れすごく。 ということでここまで4冊僕らなりに光が当たってない新刊本がありすぎて埋もれてしまっているみんながあまり顧みりてない本を取り上げてまいりましたそうです、ね、突然ですがここででお知らせが2つありますほうです何か結論から言うとこの我々の思いは結構ガチで何とかしたいと思っているし今後も取り組んでいきたいことということで2つその思想に沿った取り組みをしたいと思っています。つ目 ゆる言語学ラジオ本大賞っていうね大賞みたいな感じでね本の賞ですねはいをやりたいと思っていますなるほどでも本の賞ってすでに結構いっぱいあるんじゃないですかあるねすげえあるよもういろんな人がいろんな賞を作ってますもんね本屋大賞があって直木賞芥川賞あるでしょ僕らみたいな小説よりも事実が書かれてるようなね教養書を見たいよって人の賞だったら何がありますか新新書書大大賞賞とかかああるじゃないですすりまね それからねサントリー学芸賞みたいなやつあるよ、サントリー学芸賞ありますね。とか、紀ノ国屋人文賞大賞とか、ノンフィクション賞とかありますから、もうね、増やさなくていいんですよ、そんなに増やす意味、あんまないと思うんですよ。じゃあ、いらないんじゃないユルゲンウォークラジオ大賞。しい声びっくりした、ただ、粗品さんのニュース、一人賛否やないか、それ、はまってますね、水野さんもね。ははいいああの不満がりましてね どのショーレースも、うん、新刊本に限っているんですようん賞ーレースって言っちゃうとどうしても m 1グランプリが頭に <laughs> グランプリじゃなくて粗品 <laughs> さんの真似したせいでちょっとどうしても言っちゃいますけど賞ねはいは、うんまあ、どれも新刊本に限っているとそうだね新しい本ばっかり紹介してるもんなはいで僕はですね書評とかでもそうなんですけど、うん、新刊本の話しかできないっていうのをちょっと窮屈に思っていたんですねあまあ求められるものが結局それだよね、はい、今熱いものみたいなのを求められちゃうもんね そうでも本って俺それから最も遠いものだと思ってたんですよああ資源として残り続けるはずだもんなニュース番組はそりゃ10年前の話よりは最近の話をした方がいいですよ、うん、時事解説 YouTube だったら今知るべきこと、うん、聞きたいですけど本ってさそういう思想で出されたものばかりじゃないじゃん本当にそうだねたまたまそのタイミングで出来上がったから出たものがあって、うん、なのにそれを今読むべきとか何かしら時事に結びつけて語ったりするのって窮屈じゃねえかとめちゃくちゃそうだと思うわうん だし前もちょっと言ったけどさ「プロジェクト・ヘイル・メアリー」っていうめちゃくちゃ名作 SF が何年か前に出ましたけど、うん、あれ半年後に読んだ人が「今更読んだ」ってツイートしてるの虚しいっていう話があって、うん、いやあれ別に10年後読んでも20年後読んでも面白いから「うん、今更じゃないだろう」 っっていう声があたたりしましまけどそういうことですよねそうですよなんかこの番組かななんか聞いた時にそのサピエンス戦士今更読むのはみたいなのを誰かが言っていて許せないなと僕は思ったんですけどはいはい、はい、俺らだなそれなら喋ったのな今読んでもいいじゃん <laughs> サピエンス戦士はってね僕は声を大にしていたいですよ 2>, <laughs> 2枚自体がすごいねあんたね <laughs> 今更読んだっていうのは恥ずかしいんだよなみたいなこと言ってましたけどね <laughs> うん僕はもう今読むべきだと思いますけれども <laughs> でも本当にそうだよね古くならないもんないい本ってなそうですということでですね逆に我々は今年観光 された本は除いてあいい縛りつまり新刊ではない本のうちはい、はい、僕らが今年読んで一番面白かった2024年刊行以前の本を1冊ピックアップしてベストを戦わせるとはい、はいいいね、だから今日やったようなことってことよね、はい、この本埋もれてるけど面白いからみんな読んでよっていうーってことですねはいそれを本気プレゼンしたいと思っています そしてこれ、イベントを兼ねて発表したいと、うん。ああ、楽しいね。思っています。イベントになりますね。はい。ちょっとなので、これいろいろと調整を今頑張っているところでして、おそ、はい、らくどこかしらの書店さんで対象となった本を、うんうん お互いが発表するようなイベントをやりつつライブ配信もできたらしたいといい,いですね。すお祭りですね。はい。書店でやっぱやらないとさ、これ、うん、イベントスペースとかさ、ゆる学徒カフェでやってもさ、うん、本がそんなさいっぱい置けないからさ、やっぱ書店さんそれ設けてもらわないとそうです、ね、いけないなと思いますので、このイベントでは、先ほど言った対象本以外にも、今年ゆる言語学ラジオ、ゆるコンピューターガークラジオで紹介した本なんかもちょっとまあ、触れて、その回だけ見れば、 今っていうのが全部わかるような形にしたいと思っていますいいですねあれやろうぜあれ垂れ幕みたいなの作ってさ「ゆるゲン語学ラジオ本大賞」って書いた幕の前で発表しようぜであの後ろに記者会見の時とかによくあるソフマップみたいなのを置いてある板をこうてああるねそうなんか講師匠とか講師匠のやりたいあだからマイク対応に早そうぜ取材来てないのに記者さんが取材に来てないのにダミーのマイク対応に置いといて さも <laughs> 人気あるみたいな感じにしよううそかこれ喋っちゃったらバレるかそうですよダミーのマイクいっぱい置いてるなと思われるれは企画段階でやらなきゃいけないことなんで <laughs> そんな感じでちょっと盛り上げたいですねそうですね盛り上げるためにちょっといろいろ動いていましてはい、はい、その発表する書店さんちょっとまだ正式なアナウンスはできないので、うん、概要欄とかには詳細が書いてあると思うんですがそれとは別で他の書店さんにもお声がけをして発表翌日とかにはもうその本がずらっとこう 並んでるようななな形になっっててたらいいなと思って<ー>ちょっとあの書店さんいくつかお声掛けをしていますしはい、はい、うちもその本を置きたいわーっていうような書店さん書店員さんがいらっしゃったら我々のところにインフォかなっていうアドレスにご連絡いただければフェアの,その書籍リストとあともしかしたらそのポップみたいな角材とかもこちら提供できると思いますので。うんうん あのご連絡いいただければと思います概要欄にお問い合わせ先メールアドレスがございますのでそちらからご連絡くださいはいできたらこれ毎年やりたいなと僕は思っていて、うん、意味あるからね毎年やったらまたあれの季節だなみたいになるからねはい結局出版社の編集者って、うん、いい本作ったな で例えば発売から2年経って最初の書釣りを消化できたなってなっても、うん、重版ってされないこと結構あるんですよ、ね。うん、それはまた吸っても売れるペース遅いわけでしょっそ,、ね、そういうところって何かきっかけを求めてたりすることもあるんですよね。うん、営業部部販売部がもう重販するる見込みないって言ってて言けど テレビ番組でこの人が言及したなとか、みたいなことがあって、ドンと一気に重犯をかけたりして、また市場に出回ることがあるので、将来的にはそういうようなことをやれたらいいなと。 個人的には思っていて。そうですね。はい。なんか出版社ってきっかけを求めてるんだなっていうのをめちゃめちゃ思って、何も理由ないのにその本をプッシュし始められないから、はい。何かで取り上げられましたよっていうのを言いたいんだなっていうのを、多少なりとこの本紹介する YouTube とかやってるとめちゃくちゃ思うことで、そうです。紹介されたらそれ帯に書いていいですかとかめちゃくちゃ言われるから、うん。やっぱそういうことですよね、うんうんうん。そうですね。 なので、まあ、毎年本当はやりたいと思っているんですが、うん、まあ初回で滑ったらやっぱりやばいんで <laughs> い多分滑ったかどうかっていうのはあの再生回数とかどうでもいいんですけどはい、はい、その本が実際にどれぐらい売れるのか、ね、っていうことが大事だと思うので、うん、あのいい本 選んでいるので、よかったら、その発表を聞いて、興味持ったら、二冊とも、買ってほしいなと思ってます。はい、きっかけにしたいですね。埋もれちゃってる本に光を当てるきっかけを作れたら、嬉しいので。はい。皆さん、よければ、それ見て、お買い求めいただければ、幸いでございます。はい。そして、もう一個、後半のお知らせなんですが。昨年、紀伊国屋さんと協力して、言語学出版社フォーラム。という、言語学系の本を出している出版社さんと協力して、ブックフェアを。 やったんですけれどもだいぶご好評だったということで,、ねでね、今年もやることになりました嬉、うん、しいすごいもう書店やら出版社やらとのつながりがどんどん増えていて嬉しい限りです、ね、いや本当そうですよね僕なんかは本当に本業にもそれは跳ね返ってくるんで、うん、めちゃめちゃありがたいんですけれども、えー、概要としてはですね去年の紀ノ国屋のフェアと同じように、うんえー、僕がおすすめする、うんえー、書籍と <laughs> ごめん紀ノ国屋のね

はい、そういう人たちとぜひ組んでいきましょうそうですねどっちと組むんですか木の国屋ですね木の国屋絶対間違わないです木の国屋さんとなんでねそんなあの協力してくれる書店さんの名前と競合の名前を同時に見てるのかよくわからないですけれども <laughs> 原学出版社フォーラムの版元は黒潮出版、うん、羊書房開拓者小学館三省堂大衆館書店の六社でして、はい、この六社の刊行されているものの中からまず僕が僕的にマジで読んでほしい一冊を ピミズししの激推し本が1冊あるんです、ね、激推し本が1冊ずつ計6冊あって、はい、それとは別で各出版社さんの編集さんとか営業さんとかが「うん、あのゆる言ンワークラジオ」のリスナーだったらこういうの好きそうだっていうものも選んでくださっているんでる6点プラスちょっと合計の点数は見えてないですけどかなりいろいろな本と出会えるようになってるはずです言語っぽい本がいっぱい並んでいるって、はい、ことですねそういう棚とか平台っていってこう歩いていくとさ うん、書店歩いてると下見たらさ、本がずらーって積んである場所があるじゃないあ,、ね、あの台とかにそういったフェアが展開される、うん、ということですはいはい、はい。いろんな店舗で行われるってことですかね木の国屋の。えっとね、木の国屋以外の書店も合わせたフェアになるらしく。うん、なんかね、<う>去年も確かフェアが始まってから、なんかあれ売れるぞ結構ってなって、うん 部屋のありましたねなのでさらに去年の書店数よりも今年は大幅に増やしてくださるんですって、うん、なるほどだから紀ノ国屋でいろんな店舗でやるだけではなく、はい、さらに他の書店さんも一緒にやってくれるそうですね、はい、ということで、えっと、具体的な対象店舗は概要欄に書いてあるのではい、はい、お近くの書店見つけてぜひ行っていただきたいなとい、うん、多分ずらっと並んでいることになるわけですねそうですね30店舗以上ってことは楽しみですねうん僕もちょっと聖地巡礼したいなと思っていますけれどもはい、はい フェアがそのスタートする時期は店舗によるけど一番早いと11月1日からになるということみたいです、うん、いずれにせよ概要欄を見てくれってことですねはいでさらにおい <laughs> どうしたどうしたフェアの対象書籍を買うとですね、うん、特典動画がもらえるっていう去年もやりましたけれどもはい、はい、限定動画が見れる QR コードがお店でもらえるということです、うん、とりあえずフェア来て 興味ある本だけでも買えばそれがもらえる、うん、ということですねそうですねで、その配布方法はちょっとお店によって異なるのではい、はい、あの買った時に店舗で書店員さんとかにご確認いただければと思うんですが買ったら限定動画が見れるということです何の話をね限定動画ね木の国屋とジュンク堂の違いについて喋りますやめろよガチでやめろよお前 <laughs> 本当にやめろよお前それについていじられるのがトラウマになっている <laughs> ふざけんなよマジであの回俺あの後 <laughs> 再生できてねえんだからあ怖くてね、うん、ちょっとこの後言い間違えるなーってうわっうわ、ん、っうわって <laughs> <laughs> 水野さんトラウマになっちゃいましたけど、ね、あれは一番ウケてました結局ね堀本さんだけは笑ってあれ面白かったねいやあのちゃんとね僕だけじゃなくてリスナーもあそこを高く評価していて YouTube のリプレイ数が多いシーンの中であそこがぶっちぎりですね水野さんが準備の時の国を間違える奇跡のシーンあそこめちゃくちゃ再生されてます ちなみになんですけどあの「言語学図書総目録」っていう僕いただいたんですけどねあのさっき言った6社に限らず、うん、国内の出版社26社ではい、はい、過去出版された言語学に関する主な書籍が1200点ほど収録され,てて録されてるてこれ持っとけば言語系の本どんなのあるかなっていうのに対して一発で解決なるほど、ね、パラパラ読んどけばはい、はい、これ気になるなっていうのができるわけなのでこれがフェアをやってるコラボブースで数量限定で無料配布されているらしい。なるほど のでこ,この目録作ってるのがその言語学出版社フォーラム様なわけですねそうですねはいここが作っているとタイミングによっては店にないこともあるかもしれないんですけどなくなり次第ね補充してくださるらしいのではい、はい、ぜひこれも合わせて限定動画や書籍と一緒にゲットしていただけると言語学をもっともっと勉強しようっていう方にとってはいいんじゃないかなと嬉しいですねはい目録楽しいからね眺めんのねおもろい僕なぜかオフィス宛てに「モノタロウから毎年カタログ届くんですよはいはい工具とかの通販サイトですかね 分厚いカタログが毎年届くんだけどうん、うん、あれねなんかずっと見ちゃうのはいはいペラペラめくってたらあすげえなティッシュだけでこんな種類あるんだみたいなのを延々見ちゃうんですけど、うん、多分この言語学図書総目録もいっぱい載っててパラパラ見てて楽しくないこれいやそうですよ今俺らの手元に PDF あるけどこんな本あるんだってものばっかりですからね,ね 東語論キーターム辞典ありますよああ、まるまるキーターム辞典は東語論以外もねそうイミロンキーターム辞典とかほんとだいっぱい載ってるわイマイクニヒコ先生が訳している簡訳トノイケさんって読むのかなトノイケ先生なんトノイケ先生ですね失礼しました残念、始めましたイミロンはねそうイマイクニヒコ先生がでもそれ結構イミロンとか東語論勉強しようってなった時にはは手元に置いとくと便利だって聞きますよ あ、本当だ。イミロン・キーターム辞典も載ってるわ。今井邦彦先生。そうですよね,すね。さすが。通じてますね、あなた。なかなか。<laughs> まあ、それは手元に僕持ってないんですけれどもね。辞典の欄以外も、普通の例えば本で言うとですね、シェイクスピアはどのような方法で言葉を増やしたのか。ああ、面白そう。っていう本とかね。それ面白いな。これ開拓者さんから出てますね。へえ。ー。これちょっと面白そうだよ。新ネット時代の中国語。ああ、知らないよ。 生活がオンライン化デジタル化されスマホ決済の普及など現在の言語生活に対応し現代中国の情報化社会で生活するために必要な表現をふんだんに取り入れた中国語教科書<ー>だからペイペイとかが載ってるってこと <laughs> <laughs> ペイペイがねえだろペイペイないのに t w i t t e r p でしょだって <laughs> あ,<ー>あっそうかあ、うん、でもいずれにせよこれ気になるね中国だから基本漢字ってことでしょ漢字で、うん、もちろんもちろん、はい、そのネット用語を全部載ってる教科書ってことかな あ、でもなんかそれ俺、ネットで見たことあるぞ。その、中国のネットスラングが書いてある章英と一緒にはい、はい。それ面白い見たやつがあって。その本が出典かわかんないんですけど、うん、中国語で、我に、会社の社に、保険の方、うん、で、教えバオって読むのかな、うん なんですけど、意味が、あの、爆発的に射精したっていう単語があるらしいです。あの、案件の途中でゴリゴリの下ネタ放り込んでくるのやめてもらっていいですかえ言語学出版社ホームラムさんの宣伝を今頑張ってしてるんですよ。中国語の話爆発的に射精したっていう、爆発的に射精したっていう。したっていう。はい。意味の単語があるらしいですよ。っていう中国語に単語あるんですね。はいはい。すげえ。こんな感じで。ほんとだ。はい。 めちゃくちゃ面白いなこれ<え>爆発的に射精したって書いてあるねちゃんとテキストに知識一応、はい、入れればいいかなと思いました、えー、だから爆発的に射精した時のためにこの表現を頭に入れておけば使えるわけですねあのね新ネット時代の中国語は、はい、もうちょいちゃんとした例文が出てるっぽくて「はいはい、私はショートメッセージを一回送ったことがあります」あなるほどみたいなやつとかが載ってるらしいし、ねはい、面白いショートメッセージ感じになってるこれでしょ多分 短い信号と書いて、ショートメッセージだ。はいはい。ー、とかね、タオバオのウェブサイトにこのマフラーがありますとか、うんそういうのが載ってますね。最近結構ちょっと凝った語学書うん、うん、みたいな本って出てて、ちくま新書からもね、闇の中国語入門っていう本が出てまして、これあの、オビーの例文がですね、えーうん、私の精神はもう限界です。<laughs> ああ、いいね。ねはい、いい例文チョイスしてきますねで。なんかね、著者の思いも結構、僕あの、この本、検討いただいたんですけど、はいはい。 中国文化も合わせて学べるようなはい,はい,、はい、あいい本だね作りに。だから中国文化論でもありながら語学もやれるっていう企画なんですってこれは。はいはいはい。聞いたことあるわ。広東語かなんかでさ。はい、子供に対して使える悪口。はい、あんたを産むぐらいならチャーシューでも産めばよかったっていうのがあるって。<laughs> うわ。つら。<laughs> <laughs> そういうことでしょ文化もセットじゃない、うん、やっぱっ、でもね、実際ね、これはね、そうだと思うんだよね。いい話だそだ。その国のことがわからないと、言語だけ勉強してもっていうのはよく言われますよね。ディ This is a pen って習っても、それアメリカ人誰も言ってないな、みたいなことにならないようにするって、すごいいい心がけな気がしますね。まあ、そういうような本がね、いろいろまとまってるので、このカタログパラパラめくってるだけでも面白いなって思えるんじゃないでしょうか。無料でもらえるんでね。ね。ぜひゲットしてください。ぜひフェアに足運んでいただければと思います。はい。いずれにせよ、詳しい情報は概要欄に。 書いてありますので皆さんぜひチェックしてみてね。ということで、えー、今回はですね新刊が出過ぎているのではい、はい、埋もれた名著を発掘するっていう、うんまあ、企画のもと4冊の本を紹介してさらにその埋もれた本を発掘するという思想に沿って2つの取り組みをするという話をしてきました一、うん、つが「えー、ゆるゲンガワクラジオ本大賞」と題しまして、うん、僕らがこの1年間で読んだ2024年以前に刊行された、まあ、いわば埋もれている本。うん を発掘しそのベストオブベストを紹介するイベント兼ライブ配信を12月かな にやろううというのが1点目です、ね、楽しいですね。はい、盛り上げていきましょう。とっておきのやつ言ってやるから <laughs> みんな、えー、そんな本があったんですか知らなかったですってなるぐらいのものを出せたらいいなと思っている毎日はあるんですけれども。できるかなそんなこと。今掘 <laughs> り入った。いや、もうどぎも抜いてやりましょう。<laughs> ね。みんながどぎも抜くような本なんかが出せたらいいんだけれども、みんな結構どこかだし知らないかもしれないけど大丈夫かな <laughs> さっきまでの自信どこ行った <laughs> さっきまであんな堂々と喋ってて、本について。 <laughs> ね、っていう、あのーうん、初の試みとなるその大賞みたいな賞、うんえー、をやってみたいと思っていますやっていきましょう問ましょう 2>,、はい、2つ目が言語学出版社フォーラムさんとの共同のフェアになります、はい、こちらは11月頃にスタートで、うん、各地の書店で僕が選んだ選書と出版社の方が選んだ本がずらーっとこう言語学のコーナーがドーンとできるという夢のようなフェアがあるということです近所の本屋で言語学本見たいぞって思ってる方はぜひ お立ち寄りくださいいう感じですね、はい、なかなかしゃべってまいりましたがそんな感じで光が当たらなくなった本に光を当てていきたいと思っておりますので、うん、皆様何卒ご協力いただければ幸いでございます、はい、あと引き続き面白かった方はチャンネル登録高評価感想のコメントなどどしどしお寄せください皆さんにとってのベスト埋もれてる本<ー>とかも教えてもらえたらいいかもしんないねあ、ね、っさりパクってね <laughs> 来年 そう、いいの寄せられてたらな。そうですよ。そこからこっそり読んでな。コメント欄とかに書いてあるこんな本もありますよ。俺こっそり買ってんだから。うん。俺もね、あの、ゆるいろぐラジょサポーターコミュニティにあげられてる本の話。本の話ね。あそこ有益なんで、ね。あそこにあげられてるこの本面白かったっすよ。をね、こっそり買って読んで。俺こっそり買って。サモ僕書店で見つけたんすけどみたいな顔で喋ってます、ね。あ、俺も。それやってます。<laughs> はい。やっぱあれ大事だよな。あれ大事。あ事あいうね、<laughs> ことが大事なんですよね、ね実は。<laughs> なので皆さんもぜひコメントで教えてください。生まれてるいい本を。 以上、今回終わりにしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ゆる言語学ラジオの初の書籍が出ました。この本の中身は、えっと…なぜ今、えっとって言ったんですかあのー、じゃダメなんですかいや、いや、全然わかんないですけど。その答えがわかるのがこの本です。面白そうですね。概要欄にリンクがあるので、ぜひ皆さん見てみてくださいね。